生きづらい繊細で真面目な人間が幸せになるにはどうしたらいいと思いますか。他人と関わんなきゃいいんじゃないですかね。今引きこもってできる仕事って世の中にいっぱいあるので、基本的には他人と関わんないで引きこもってオンラインでできる仕事とかをすればいいんじゃないでしょうか。まあでも、なんか自分のことを繊細で真面目とか思わない方がいいと思いますけどね。自分のことを真面目っていう人って大体ろくでもないんですよね。真面目かどうかって他人が決めることなんですよ。で、大体の人って自分は努力してるし、自分は一生懸命やってるけどうまくいかないとか、自分が真面目であるとか、自分のことを自分で褒めてるやつって大体ろくでもないんですよ。僕の知り合いの性格の悪い死んだ魚の目をしたデブのひげおじさんという人がいるんですけど、あの人も結構自分頑張ってるとか言うんですよ。どう考えても頑張ってないんですよ。デブ散らかしてるし、じゃあお前そんなに忙しいんだったらなんでそんな食ってんのみたいな。なんかその食う時間はノーカウントみたいな。っていうのもいるんですけど、なので、自分から真面目って言ってる人って実はそんなに真面目じゃないんで、真面目って思っててもいいですよ。ただ、口に出さない方がいいです。はい。